こんにちは、エンジンかずみです。 VR チャットでも新しくアカウントを作ってサブアカにしたりとか、完全にアカウントを切り替える転生っていう文化があるんですけども、結構バレるらしいっていう話を聞くんですよね。本当にそんなバレるかなって思ったんで、今回はそれをね検証していこうと思います。まずは僕のことを一方的に知ってるファンの方で試してみて、その後に実際に話したことあるフレンドさんでね検証してみようと思います。それでは早速行ってみましょう。とりあえずね、ビジターのアカウントの用意までできたんで、どうしようかな、アバター。アバターをアバターミュージアムで拾ってこようかと思ったんですけど、なんか初心者っぽくないかなと思ったんで、パブリックアバターでいいのを選んで行っていこうかなと思います。問題はですね、フレンドさんに会おうとしても、パブリックにいるところしか行けないので、まあ、パブリックにいるね、フレンドさんとか、まあ、僕のことを知ってくれている人に会いに行ってこようと思います。行ってみましょう。なんか多分ですけど、このワールドに僕のフォロワーさんがいるんですよね。多分僕のことを知ってそうな人、その人に話しかけてどういう反応になるか、ちょっと試してみたいと思います。こんばんは。もうでも DJ をやってるんですか？読むことはいけるけど、やってます。音楽流して盛り上げる。おー、そうですね。お、あずきさんはなんか聞いたことある声。あー、ちょっとちょっと来てください。ちょっといいですか？僕、エンジンかずみって言うんですけど、わかりました。やっぱり、ああ、気づいてました？え、そう思いました？最初から思いました。笑い声とか特徴的だから、なるほどね。割とすぐわかったって感じですか？はい。おー、そうなんだ。ダメかもしれんな。第一声で、んってなった。なるほど。もうすぐ気づかれてる。ああ、わかりました。次はこちらの視聴者の方ですね。この方は一度話したことあるはずなんですが、1時間ぐらい話しても何も言われなかったんですよね。ということで、後で DM で聞いてみました。似てるなぁと思ったけど、まさか本人とはと来たので、ギリセーフですね。今のところ、なんとか半々ですが、ここからは実際にフレンドさんにやってみようと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。何ですか？いきなり。ええー。いきなり飲ませようとしないでください。あ、確かに。それは。はい、悪いかもしれない。2日前から始めたんですよ。酔ってるんですか、もう。はい。一滴も飲んでません。飲んでないです。あ、結構でも、酔ってるみたいな声、酔ってるみたいな声って失礼ですね。なんて言ったらいいのか。なんか、ウェーイって感じあったんで。どうしたんですか？めっちゃ知ってる人に声が似てる。あ、そうなんですか。あー、そうなんですね。めっちゃ声が似てる。めちゃくちゃ声が似てる。いや、でも、まあ、すごい似てる。本人じゃないのかなって、すごい思いますね。まあ僕は本当はエンジンかずみって名前なんですけど。そうですよね。あれ、そんな一瞬でバレる？やっぱりエンジン。バレちゃったよ。その今 VR チャットでサブアカとか作ってもバレないんじゃないかってことで検証してて、その知り合いとか。だって俺この間話したばっかじゃん。まあ確かに。でもここのさんは一度も話してないですよ。 YouTube でよく見てます。ああ、それであれっすよ、エンジンかずみさんは声に特徴結構ありますからね。ああ、そうなんだ。こんばんはでわかりますね。こんばんはでわかる。めちゃくちゃわかるじゃん。すぐバレるんだな。人さばか作れねえわ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さんはもともとのお友達ですか？やばと。そう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 。ああ、いいですね。でもね、ちゃんはね、今捕まえた。あ、そうなんですね。いろんな人を捕まえてるんですね。そう、ナンパしてる。ナンパしんって。ナンパし。何何何か言った？エンジンかずみさんみたいだなと思って。確かに声めっちゃ似てるよね。なるほど。確かに。じゃないですか？そうですよね。あれ？はい、声わかりますよ。そうなんだ。なんか喋った瞬間そうかなって思ったけど、マジで。いやでもわかるわかる、全然、めっちゃ似てると思った。あ、本当。今サブアカで VTR やってもバレないんじゃないかみたいな格好してて、で今パブリック行ってバレてます。バレてます。一瞬でバレてしまったので解散します。違う人を見つけにありがとうございました。バイバーイ。こんにちは。初心者なんですけど。ビジターの方じゃまずいって。ここはまずいぞ。あまりビジターが来るのは良くないところなんですか、ここは。ここでもいいよ、ここでも。あ、そうなんですね。いいんだよ。いや、さっき、そう、初心者案内がどうこうって話をされてたので。ああ、そういうこと。いや、確かに、なんかさ、めっちゃ申し訳ないんだけど、すげえ、なんか知り合いに声がすごい似てる。そうなんですか？似てる声の人がいるんですか？なんかすごい似てる声。めっちゃ似てんだけど。めっちゃ似てる。めっちゃ一人で音楽。兄弟かもしれない。生き別れの兄弟がもしかしたらいるのかもしれないですね。生き別れの兄弟、髪
髪の毛青かったりします？あーでも今僕も髪青ですからね。あれあれ確かに言われた。それだそれそれだ、マジでそれだでしょ。すっごい似てるまあでもね、あんまり人の似てるって言っちゃうとね、よくないですからね。なあすごい。チンポでも出します？あーじゃあ見ます。あ、でもごめんなさい、僕 YouTuber で動画撮ってるんでちょっとチンポ載せられないかも。僕エンジンかずみって言うんですけど何やってんだと思ったらすぐ分かった。何でそのか使ってんすか。声で一瞬で分かるんですけど。え、分かった。え、でも言わなかったじゃん。だってなんか事情あるのかな。え、違う。あ、まあそっか、そうか。自分で言わなかったら後で裏連れ込んで、あれかずみさんって言おうと思ってて。ああ、なるほど。あ、そうなんだ。ここに似てんだもんな。そうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあめちゃくちゃバレてましたね。僕のちょっと声的な問題はあると思うんですけど、やっぱりちょっとフレンドさん相手にはね、さすがにね難しいかなっていう感じはしました。でも逆に皆さんにこれだけ自分の声を覚えてもらってるっていうので、結構ねちょっと嬉しくなっちゃってね、嬉しかったです。ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。